どうも皆さんこんにちは。チャレンジランジのレベル10なんですけれども、前回ゲーム画面が飛んでしまい、誠に申し訳ございませんでした。ちなみに前回はアヌビスパーティーで挑戦して、1コンボスで1コンしてクリアしました。1コンでしたのか、結局1コンしちゃった。そうだね、やっぱ悲しみで。今回なんですけど、まあアヌビス使っちゃったっていうところもあって、まあ多色でやろうかなと。カーリーで、はい、急進化したカーリーで、まあいけなくもないし、インドラ入ってるじゃん。うん、あのインド神のインドラ入ってるじゃん。はい、で、あれなんですけども、まず1フロアでイースが出てきて、2フロアでベルゼブブで、3フロアでウルズかな、ウルズ、ディオスで究極ヘラの先生3万、ね、ゼウス、ディオス、ウルズ、ウルズでしょ、ウルズ、どっちでもいいや、ウルズでヘラの究極が出てきて、先生3万あるんで入れとかないといけないですよ、あの経験、経験をね、うん、で、ボスがボスなんだったかな、ボス、あ、ボスゼウス&ヘラです。はい、え、やば、ゼウス&ヘラ一応ね、そうで、初見で5フロアまで行って先生でやられちゃった、アヌビスで、ちょっと、なるほどね、何回かやったんですけど、まあ、こんな感じです。じゃあ調整していきます。ノコン、目標はノコンだけどね、多分ね、どうしても若干うん、こっちかかるからね。一発勝負でいきます。撮影のお時間的な問題もいろいろございますので、オッケー、すいません。では調整できます。一発勝負です。もちろん濃厚したいけどね、まあ、俺じゃあ僕からやりますね、うん、はいよ、はい、どんまい。初手欠損、初手欠損して笑えばいいんだけど、本来一発目で時間打つんですよ。おお、ただね、ほらこういう状況じゃないですか。だから時間をあえて打たず、一発なんか一旦消化します。いや、まあ、こんな感じでいいかな。火は消さないんだね、これでね。結局これされるんですよ。あ、そういうことか。そうだから、あんまりあんまりみたいな。木を水にしてくれたらよかったなぁぐらい。なるほどね、なるほどね。じゃあ時間使ってきます。で、どうせがっつり本気出さないといけないんで、まずカーリーから。よっしゃ、いけすか。やべ、なあ、もうダメだ。え、結構長いね。長いっすよ、長いっすけど、でも9コンボ顔面をね。あー、待って、また欠損、これは辛いぜ。あ、こんだけコンボ出してこれか、これは辛い。次がベルズブブなんですよ。うん、ってことはカーリー取っとかないといけないんだ。そう、取っとかないといけない。闇カーリーですか、闇カーリー。全然違うんですよ。ただベルゼブブを2回か、逃げ切り落としたんですよ。じゃあここ落ち込んでやるしかないんだもん。決算はきついなぁ。待って、いや、まあでもかといってなんだけど、一応これを使えばいいんですよ。孫権、うん、孫権使えばいいんで、まあちょっと闇代わり使わせていただきます。うわぁ、マジかぁ。そんな落ち込むなよ。ちょっと落ち込んじゃう、悲しい。そんな落ち込むなって。落ち込んきてくれないと。いいことあるよ。あるかな。うん、これまたちょっと若干あれだな。ん、組みやすそうじゃん。あ、でもそっか、色を決めるとかそういう次元じゃないんだね、もう。そうっちゃそうなんですよ、ここは。盤面されたら常に狙うみたいな。そっか、そこがあるんで、まあいいや、こっから行きます。やべ、くしゃみ出そう。おい、頑張れ。花粉症です、俺も。あ、やばい、あ、もうダメ。これも今のも9コンボ盤面じゃん。もっと頑張んないとな。色はあるね、一応色はあるんだけど、あ、微妙これ。
落ち込んこないと抜けなそうだね。うん、俺のパズルが下手すぎる。いや難しいよ、気にすんなって。ありがとう、優しいね。人間だもん、人間だもん。うん、あ、待って待って、あーっと待って、もうここに来い、そこに追ってこい。なんの、なんの、なんの、いいじゃん、これ抜いたんじゃない、いったんじゃない、これ多分抜いてるでしょ。あ、あ、いったいったいった、ありがとうございます、さすが、完全に運ゲーです。はい、でバーンクですね。なあ、うぅーっ、もういいか、この、この下りいっか。狩り、狩り、狩り使って光44で消す、無理だねー。ペン先がへにょってなって、ごめんなさい、めっちゃできんじゃった。あの双剣使ってください。へにょってなって、ごめんごめんごめん、ちょっとごめん、なんかもうあれ、なんか力入っちゃって、やっぱ若干緊張する。これすげえ久しぶりなんだけど、カーリー大丈夫大丈夫、しまどちょっと待てって、大丈夫だ、プロじゃん、なんのだよ。とりあえず行く、ちょっとさ、PC ちょっとずらしていい？どうぞどうぞ、あ、これ近いね、ごめんね、ごめんごめん、わり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 、ウィザー、あー、スキルためなさい、大変だ。さて、これ結構通るよ、これ回復エハンかかってるから。そうだよね、頑張んないとダメだ、ね、下手するワンパンするかもしれない。むしろ、これ次のターンに攻撃がベスト。あ、でもダメだな。いや、一応攻撃しようぜ、一応ちょっとビビっとこうぜ、うん、ビビっとこう、ちょっとだけ時間をくれ、はい、ちょっとだけな、大丈夫、超長いからゴルフをするか、全員捜査員長持ちだ。いやさ、うん、盤面最大っていうのちょっと考えないでいい、俺はどうぞ、無理なんで6コンボぐらい、うん、お願いします。なんか気持ち悪いな、盤面が。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。まあ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 、4つじゃなくてもむしろみたいな、4つじゃないからむしろいいみたいなとこある。いや、今ね、右側ちょっとやってる。よし、完璧、完璧なやつ、これ完璧なやつ、うん、完璧で、最終ターンに通す、ちゃんとスキルため直して。回復と木がいらないかな。うん、木だけでいい、木処理で、木だけでいいか。うん、あと寄せだけ、して寄せとかいらない、寄せとかよくわかんない、こういうことだ、うん、オッケー、いい、これが流行りの寄せってやつだ。わかんない、流行ってるかどうかしら。ごめんなさい、寄せてあげる系のやつ、寄せてあげる系のやつ。前ごめんって、なんかもう結構余裕なくて申し訳ない。全然これ緊張する場面じゃないね、うん、今はね、もうさらっと決めて終わりだよね、こんなのね、うん、次どうしようってずっと考えてた。ちょっと待ってな、はい、失敗したら、だってさ、一発勝負で失敗したらさ、先般じゃん。こんなもん？うん、多分やっぱ。あー、なんか汚い場面になった。汚い場面になった、ごめん。いや、全然構わない。あ、木の置き方をミスったんだな、今俺が。うん、水がね、落ち込み消えちゃった。え、やばっ、99ターンだって。うん、もういい、もういい、はい、耐える耐える、99ターン耐えてみる。無理、そういうゲームじゃない、無理。落ち込んに身を任せます。でも人を邪魔が降ってくるんだ。大丈夫、降ってくるときは降ってくる、降ってこんときは降ってこん。男らしいな。うん、なんか回復系なんて。あー、あ、ずれたあーっとかあーっとか、強え、うん、無理なんですよね、基本的に耐久自体は。これは耐久無理だね。うん、無理無理。あともう一旦かな、いけて回復分割できるもんね。うん、
頑張れ。くっせー、目が痛い。あ、やべ、ずれちゃった。もろにずれちゃったけど、リカバリー効いたか。あら、神、あーでも巡回したから見てたっけ。うん、やめてー。先生3万っていつ来るの。この次、もう一個次。なんと次全世強しじゃないですか。やばいっすよ。なるほど先生、よく分かってないけどどうやばいのかいまいちピンときてない。このぬるさ、回復して抜かなきゃいけない。ここでも回復していかないといけないんで、結構詰んでる。パズルむずいなそれ。でも光めっちゃあるよ。43ちゃうじゃん、43で倒せるほどこいつ甘くないね。そんな硬いの。ダブリットミラーあるね。ダブリットミラー狙いでいきます。何ダブリットミラーっていうの、技があるの。俺も使いてえわそれ。かっこいいっしょ。かわいいっしょ。うん、俺も使いてえわ。はい、いきます。おお、いや本当は4つ消し入れた方がいいんだけどね。いやでも超綺麗じゃん。なんかコンボニュースでいっちゃった。いや大丈夫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 、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ生きてる。ここでコンテはぬるいよね。でも一発勝負って言ったからね。うん、どうも皆さんこんにちは、コスケです。チャレンジダンジョンレベル10に、挑戦していきたいなと思います。まあやっぱりぐだるんでね、やっぱり濃厚を目指そうとすると、うん、一発勝負でいきたいなと思います。はい、パーティーは光カーリーパーティーでいきたいなと思います。前回ね、アヌビスでやっちゃったんで、うん、はい、そこは多色でいきますね。挑戦します。ちなみにワンフローはヘライーズでございます。欠損してない、よろしい。なっ、などうしたの。このイーズかわいいな。ごめんなさい、パツキニギャル。ごめんなさい、全国のイースファンの方々申し訳ございません。ナイスパズ。まだ終わってねえよ。え、長っ。あ、やべ、最低なコンボしてしまった。おお、わお。いや、いいパズルだった。いや、これが見えてるからね、俺には。最大くんだよ、これワンパン？ワンパン？そんなかも。ワンパンはしない。やばい、やめて、やめて、ワンパン、もう生き残れ、よっしゃ。ぶねえ、なんで俺。すげえな。ぶねえ。どんだけ持ってんの？ぶねえよ。倒しちゃダメなんだよこれ。すごいね。やめて、ちょっと待って。ちょ、1、よかった。防御高いんだね。よかったよ、防御高いんですね。うねえ、とりあえず色組みます。ナイスパソ、ナイスパソ。まだ終わってないから、ちょっと待って、焦っちゃうからさ今日特に。ナイスパソ、よいしょ。色がない。大丈夫大丈夫。あ、どうせ帰るか。よし、行ってやってください。光カール半分くけるおお。何この何この。いや、やめろやめろ。いや、なんもない。これはさ、難しいよね。でも逆に難しいよね。いいよ、四つ消し入れてくれる。どうにかなる。四つ消しも難しいわ。本当？ちょっと9個あるもんね。3-3-3にしたいぐらいだよね。まあでも4、まあ、4-4が一番いいんだけど。無茶言うなよどんだけ繋がってんだよまあいいよ、半分以下にすればいいから。 OK、 ちょっと待ってな。うん、
少々ねお時間の方をいただきたくて。このさ、この辺に何かを組み合いいんだよね、うん、本当は。そうっすな、多分そういうことなんだよね、うん、ただただですよ、うん、俺パッと持ったのが、お一番右に光4つ作って、うん、めっちゃ強引縦、うん、でそれを闇4つで閉じる、超強引だけど。え、どうやんの。この左の4つをもうここに綺麗に作る。どうや、超絶強引。どんだけ難しいパズル要求してる。一番下に水敷く。そんなパズル組んだことねえ。俺もう完璧に向かってもうこれで来て走っちゃうからさ、ダメなんだけど。ちょっと時間くれって。大丈夫だよ、待って待って待って。でもさ、水を33で分けたい気持ちではあるじゃん。うん、まあでも44の方が大事だから、まあ、組めたら。そっか、光44とかもしますね。これチャレ中だからね。うん、そうなの、チャレ中だから。じゃあ44だけやるよ。 OK、 それだったらいい。大丈夫大丈夫、はそれ半分以下、ワンパンしろと、そういうのうまい。どう、素晴らしい、完璧、いいっすな、ヘラいいっす。あ、やめとこ。あれ、ワンパン、そう完璧ですたい、それ。あー、これ出てくんな、危ねえ前、しばらくのファインプレーを無に起草していた。あ、でもこれ盤面、そう、あるいいね。ただね、すげえこっからスタートしたい。や、したくなるでしょう。でもダメなの、でもやると下が組めない。その下がぐちゃっとなっちゃう、左下が。そうなんですよ、だから下からこうやってくる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 って上がっていくんでしょ。くるくる、あ、でもいける、くる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 、やったわ。見えた見えた、できる、落としちゃう落としちゃう、うん、落とし使う、キー落としちゃう。いや、キーじゃない、いやー、ちょっと闇と光落とすか。いや、闇落とさなくていいか、いきます。落ち込む、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 お願いします先生でいきます。落ち込む、お願い先生でいきます。おお、すげえな。なさっこわす。なんだこれ、その言葉。なんだその言葉。あ、いくね、削るね。あ、オッケー。え？お？お？これまたさらっといっちゃう。これまたなんかスキル相当温存できてしまう可能性があるよ。よお、あるよこれ。44で。あ、43。あ、44だ。え、何これ、もう抜いたじゃん、絶対抜けるじゃん。44でとりあえず組みます。44の6コンボ、6コンボ以上吸収されちゃうから。そうそう、いきます。あー、完璧、100点。しゃっけー、持ってんな。え、しかも盤面、あ、やらかした、ごめん、死んだ、違う、死んだ、ごめん。何がある、これちょうど先生受けれるぐらいに調整してるから全開じゃないとダメなの。なぜカーリーを使ったし、え、闇カーリーだったね、普通。いや、普通に突破できるとか調子乗っちゃった。普通にインドラ使えばよかった。コンティニュー、コンティニュー。うん、どうぞ。なあなあ、しょうがない、忘れてた、完全に頭から残る。うわ、最悪、しょうがない、しかも闇欠損しとるかな。しかもカーリーないし。これ孫権、孫権使っていいっすよ。
孫権使っていいっすよ。はい、どうぞ。たださ、孫権のエンハンスがね、もったいないね、一旦。いいよいいよ、あの、弱いか。お前、こいつにやられたんぞ、今。弱いからとかさ、負け犬の遠吠えかって。ごめんなさい。普通にキー処理するよ。うん、回復も消そうか。うん。ガラジー。泣きそう。やめようとしてるんだった。あ、引っ張った。あ、引っ張った。さすが。で、こいつ倒すときにインドラが。で、このターンでインドラ使っていきますか。使っとかない。あれか、先生くんのか。そう、時間のターンまた。また先生くんの時間後に。あ、じゃあ、あと、一ターン。うん。あ、そう。整地してください。泣きそう。整地して火消す。え、難しいこと言うなよ。で、1ターン目が状態上無効なんですよ。ん ?1 ターン目が状態上無効してくるんで2ターンで倒せばいいんで。あ、そうなんだ、はい、じゃあまだ、うん、大丈夫。シュ、あっ、あっ、オッケーオッケー。で、ここで振ったか。あ、もう飛ばしていいの？インドラ？インドラ？いや、インドラ使っていきましょう。違う。落ち込んが怖いんで。そうだよね。はい。落ち込んお願いします。先生で行きます。お願いします。あ、それくっついてる。それくっついてる。それくっついてる。いろいろくっついてる。いろいろくっついてる。それ左。あ、ダメだ。え、やばくない？まあ、で4-4でいけるか、いける、4-4でいける。見とけって、うん、自分のミスは自分で取り返すから。かっこいい。当たり前のことなんだ。うわー、もうダメだわ、完全に。あ、もうさっきの俺ショックがやばい。なんで先生、俺全然、あ、もうアインシュテン の, あのベルズブブの先生から回復ドロップを1個も消してないっていうね。違うか、違うか、ダブリックミラーだった。素晴らしい、吹っ飛べ。おー、いったっしょ、おー、いったっしょ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 。そらね、パズルミスることもあるよね。回収が大事、回収が大事。そうそう、肝に銘じときます。結果、一旦多く取れたかもしれない。そうそう、これ勝てんじゃね。あ、勝てるっていうか、もう、ま、もうすでに負けてんだけどね。そう、すでに負けてる。気持ちは勝ってるけど、気持ちは勝ってるよ。気持ちも負けてる。うん、いきます。ここからナイスパス。気が早い。顔面最大だよね、一応。ただ街ができてないのがね、かっこ悪いよね。でもね、これね、あれ、やらかしたかも。あ、やらかしたな。時場ってなんでこれバインドかかっちゃう。こいつ神、こいつ神か、お前神。時場使っときゃよかった。まあね、時を操る魔導士だからね。耐久できるのこいつ。いや、無理、終わった。あ、終わってるんだ、それ。グラビトンボムがいらっしゃる。からの、からのです。バインドバイク、いったらいいんだよな、すごいな。私の必殺技打ってきたね。そう。ナイスパス。ナイスパス。気持ち分かってる。気持ち分かってる。すげえ。はい、ニコーン強いな。でも完全にミスったよね。時も使えばよかったっすよ。なんかボスまで貯めれるんじゃねえとか一瞬思ってたのがもう、まあ、でもこの2回コンテに両方スキル使うタイミング、うん、だからこのパーティーが悪いわけではなさそう。俺が悪い。
すげえ無理やり言ったな。うまいけどパズル。オッケー。さあここまでノーコンで来たわけですが、はい、そうですね。あ、ボスはよくぞここまでいらっしゃったということで、はい、褒めていただいております。ありがとうございます。はい、大丈夫です。どうにかなります。これは普通に組んだらいいのかな。うん、お願いします。あ、なんかそう、俺のせいで負けてるやん。いや俺のせいだって。俺が横でさ、いや今使えしみたいな。今スキル出し。いやいや、ほんとすいません。なんか全然、あ、でもいい、大丈夫です。なんか全然もっとちゃんとやれや。すいません。え、硬くね。はい、大丈夫です。いや、そして強くね。うん、強いな。ていうか、あ、使ってもしょうがないんか。うん、軽く、もう一発受けれる。マジ。うん、四つ消し。うん、こういうさ、なんかくっついちゃってる系盤面ちゃうねん。ここも、ここ次処理すると確か違う。ときはなるほど。もう一コン、もう一コンが見えた、これ。もう一コンが見えたんじゃない。そうだ、これね、基本的に闇カーリーに来てほしいんですよ。逆に今闇カーリーってことなの。だって回復に行こう、一応組めるから、受けれるからさ、回復がちゃんと来る。でも倍率出せるじゃん、そしたら倍率くこう出してもあんまり意味ない。たださ、なんか木は5個だし、水は5個だし、火は2個だし、闇は1個だし、どんだけコンボ組めないのみたいなさ。回復、まあ追いつくよ。そう、うん、助がそう言うな。何やってんだ俺。あ、やば。あ、よかった。よかった。で、ここで、もう一回回復すればまた受けれるんで、あいつ状態、キャラの方は状態上向こうしてくるんですよ。うんうんうん、ここまで受けて、あ、また状態上向こうしてくるんだ。はい、なんでこれは回復？回復？バインドが誰に来るかなんですよ。なんで、はい、大丈夫。はい、回復お願いします。あ、何やってんだ俺。なんでこんな闇が汚いことになったんだ。やばい。大丈夫大丈夫。あと状態で髪を緩めくるから。ヒゲ整えてるよ。ヒゲじゃねえよ。あれ髪だった今。こっちゼウスじゃないの今。ゼウスじゃない、ゼウス。髪だった。でここで闇代わり使って、あの、回復しないと。あ、そのために取っといたんだ、さっき。そうそうそう。お前あれだな、なんか先見の明があるな。だってこれ俺ここでさ、前ゼウス、すごいゼウスサンデヘラ降臨さ、どうにか多色でクリアしようと思って何度こうやったかで、結論動画にしなかったと思うんだけど、うん、向いてない。いや、先見の明があるからさ、経営者とか向いてるよ多分。どこで先見の明、気質だわ。あ、いいね。おお、勝てー。良いですな、良いですな、良いですな、いい具合に回復がね。あ、OK、で、もう一発耐える。回復ここです。また？大丈夫、頑張れ。え、ちょっとスキルいい加減になんか、なんかたま、損けたらたまりますんだね。あと1。きたべー、これ誰が次バインできてもいいよ。確かに。いらっしゃ。回復は5個消しな。うん、回復5個消しで。いらっしゃい状態じゃん。あら、それはまずいよ。それはやばいよ、シマドン。知らねえよ。ごめん、これ終わったわ。もう一コンいらっしゃい。耐えない。違うよ。あ、バインド。とどめきちゃうよ。でも。まだ遅延効く？効くけど、2ターンじゃ意味なくない？まあ、遅延一応打っとこう。何あるか分かんないしさ。一応打っとこうか。ノリで。
ていうかね、だから4コンボ以下でね回復させないといけなくなっちゃったんだよね。これは4コンボで回復させないと相手を、うん、倍率出ないよ、無理だよ、結構悲しみ、ごめん、いや全然全然パス、うん、俺も言わなかったから悪い、普通に色くんだよね、なんもない何もない7コンボとか倒す気もあんまりやないか。え、倒す気しかねえやないか。遠吠えで倒すよ、無理だろう、なんか HP ゲージ増えたよ今。まだ諦めてないよ俺は、うん、諦めない気持ちが大事、はい、諦めない気持ちが、諦めとる、え、諦めとるやないですか、不要食処理だって。あ、なるほどね、次ここか、え絶対負けたよね。いらー、あ、でもあんまりダメージでかくないじゃん。でかいよ、インドラ使えば。インドラ、インドラ、お前、うわ、ん、ん、ん、これが意味することは、監督、なんだこのプレイヤーのスキルで負けてる感。パーティー悪くないよ、モンスターに罪はないよコスケ、俺らがこのモンスターに謝ろう。ごめんカーリー、いいパーティーだよ、トキマ、インドラ、ごめんな本当に、本当ごめん、ただ相手が悪い、相手が悪い、とりあえず支援打っとこう、これは相手が悪い、しゃカーリー使う、しっかり使っとこっか、うん、お、日頃スキル&ドラゴンズしてるのになんかスキルとか使うタイミングで負けたからやばいよ、あー、なるほどね、タイミング悪かったな、火揃ってないからね、大丈夫だよ、ね、大事なことを気づかせてくれてありがとう。結構あるよね、でも自分でやってると最後まで気づかないからさ、いや強いなチャレジュ、強いよ、俺は嫌だわ、俺やりたくないわ、いやごめん、ちょっと、いや違うよ、もう完全にね俺のほらゼウスディオス先生バーンからさちょっと流れ切っちゃったわ、ごめん俺が悪い、いやちょっとね小助一人で今度リベンジ動画撮っといて、人分っすよあれ、まあね、じゃあこのパーティーでノーコンできるかどうかの検証だけはしたいと思いますね、もうこれただ単純に初ターン時間使えるように編成しただけだから、うん、いけそうでもあるよね、いけそうだったよね、なんかどうにかすればね、全部惜しかったよね、うん、なんかこうちょっと全部こう噛み合わなかった、ね、噛み合わなかったよね、うん、なんかちょっとずれたよね、なんかっていうかそのワンミスで死ぬダンジョンってことだね、つまり、うん、まあそれは入る前から分かってたけど、はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。クソ動画になっちゃった。クソ動画言うな。もうそうだけど。ああ、もうごめんなさい。ごめんな。